あえずここで仕事を終えましたんで帰っています。どうして今日はこんな怖いのかというと、大変な量の荷物を今抱えて歩いているところですね。歩いてますよ。いつも自転車乗ってるのにね、まあ、工場内ちょっと自転車乗ったけど重いわ。これ20キロとかなんてもんじゃないぜ。1週間だいたい1週間、今逆にして言ったね、出張でね泊まり込みのお仕事をしてるんで、その分の1週間分の荷物がいつもあるんですけど、私はまた人一倍多いんですよ。パソコンが2台、その他もろもろ加えて、今日は現場スケッチだったんで、現場スケッチ道具がですね、安全帯とか安全靴とか抱えて歩いてるわけですよ。いや、これあれだな、あんまり職場の自転車を借りしてこの状態で乗ったけど、自分の自前の自転車には乗りたくないですね。壊れますね。荷重オーバーですよ。本当に綺麗な環境の工場だったんですけど、工場の目の前がゴルフ場っていうね、みんなゴルフをしているところを見ながら働くという、見ながら働いてるわけじゃないだろう、こういうちょっと、まあ、珍しい環境のところですね。どこまで歩くかというと、大本の駅まで歩くというね、ここから大本、すでに気持ちが負けそうですね。頑張るね、女は大体ね、ちょっと歩けば慣れてくんだよ。休み休みきゃいいさ。これまっすぐ行ったらね、アビパラとか、俺が去年入院した赤十字病院の前に出るんだよな。あんなとこに出てっちゃう。ひたすらまっすぐ、これはやばいよ、やばいわこれ。タクシー乗りはいいじゃんって感じだけど、多分途中からギブアップしてタクシー乗るような配色濃厚な感じではあるんだけど、仕事の移動でタクシーってさ、なんか負けじゃないですか。自前ですからね。もう歩いてるのね、今日は野郎の母動画ですよ。野郎の母動画聞いてもね、あんま嬉しくないからね。みんなは噂の2000ハーハー収録されてる噂のハーハー CD でも、古いな、もうハーハー CD は、ハーハー CD でも聞きながら仕事の通過料を言わせてくださいよ。
せすぎるかもしれないけど、歩くと時間狂ってるんです。全然違うからです。何キロぐらいですよって歩いてんだろ。すごいよこれ。愛用のファントム X6 ぐらいあるぞこれ。バット抱えて、ああこんぐらいいけるわぐらいの重さっていうのは、こう時間が経つにつれて重くなってるんだよね。答えろ重さで。いやーこれはしびれるね。しびるさこれ。この通りの先にはいろいろと飲食店が並んでまして、いろいろあるんだけど、うどん屋さんもあるし、なんかとんかつのお店もあるんだけど、俺のおすすめはね、長崎ちゃんめんっていう確か店の名前だった。今、食べやすい、親しみやすい長崎のちゃんぽんラーメンのお店があって、めちゃ人気店ですね。昼時めっちゃ混みますね。いや、うまいっすよ、あれうまいな。リンガーハット系のリンガーハットと時々イエローハットを間違えるんだよね。あれどっちも黄色いじゃないですか。飯食いに行こうぜっつって、うんたらハットあるわ、うんたらハット、ここ行こうぜ、ちゃんとラーメン食おうぜっつって、バーって言ったらイエローハットだったんですね。確かに黄色い看板だけどさみたいな。いやこれ渡るか。まあもうチャレンジだ、チャレンジはしないよ。これはしびれますね、しびれますよ。あ、なんだろう、俺自転車のせい、乗ってる癖で左側来ちゃった。左側来ちゃった。声は入っていいかな、これ。重っ。重いよ。って感じで。これ、口から半分ぐらいエクトプラズムがはみ出てるだよ、これ。ね、水分補給しようかね、これ。ダメだ、これ。ダメージがね、結構深刻な感じだね。ちょっと、ダメだ。透けてんな、これ。なんでもいい。いいっすよ。もう駅まで歩きますよ、これ。タクシーなんか来ても乗んないですからね、絶対。これも男の意地じゃないですかね、これ。あ、タクシーっていうジャズのジャンルあるのご存知ですかね。トンク、はい、お願いします。ジャズのテキシーっつったらタクシーにちなんでますね。よいしょ、すいません、お願いします。よ、はい、はい、お願いします。乗るっしょ、乗りますよ。どちらに行きますかね。一番近い駅っつったらどこになりますかね。大本か、
それだったら岡山駅行った方がいいですよ。どちらに行かれるのか、大本駅のどちらの距離的に一緒ぐらいです。四国四国ですか。岡山でもまあ大本お願いします。大本駅ですね。大本から岡山行きますわ。じゃあ大本駅行きましょうか。はい、お願いします。わかりました。あと10歳若かったら駅まで歩くんですけどね。無理ですね。またこっから大本駅行けたらだいぶありますからね。だいぶありますね。こう行くのと岡山駅がこう分かれますから、ね、分かりますね。だから四国行かるんだったら大本駅の方がいいですよね。まあ、最寄りですね。ですよね。あとはもうだいぶ離れますからね。離れますよね。こっちはあの岡山はちょっとこっちの南の方に電車の便がないですからね。そうなんですよね。いや助かりました。いやいや僕らもお客様だね。ごめんなさい。いやいやもうありがたいですよ。いやお客様だとカットしますよ。ありがとうございます。